はい、こんにちは。突然始まるセラ散歩、今日は僕の本拠地長崎からお送りしております。富山からかなたにくんが来てくれました。はい、今日はかなたにくんに案内をしながらセラ散歩で皆さんにもご案内できればと思います。で、今ね、長崎出身の、西からですね、1分のところにある、メガネ橋に来ております。今日はここからですね、ちょっと海沿いまでねご紹介ができればなと思ってます。あんな感じでね、今映えスポットになってるんですよ。メガネ橋はですね、日本最古のアーチ型の石橋というふうに言われておりまして、若い子たちにも人気の観光スポットになっております。ということで、ここから歩いて数分で着きました。ここがサイです。イエーイ。カフェもね、今コロナ対策で机を分けたらなんかテレワークしやすい雰囲気になっちゃってです、ね、テレワーカーたちがいっぱい来てくれてますが、今日は今人はいませんね。こんな感じで、あ、1936年から始まる観光通りベルナード、あのね、地方のね商店街の割には割と人いるんですよ。商店街で浜の町って言って、町に行くって言ったらここだった、昔からどこの町とかなくて、町って言ったらこの商店街って感じで、昔からある商店街なんですけど、なんか食の話をしてもらえると嬉しいです。王道はちゃんぽん、サラうどん、はい、サラうどんなんかって僕らはウスターソースをかけるんですけど、それご存知ですか？いや、初めて聞きましたし、サラうどんでソースかけるっていうのはね当たり前と思ってたし、もっと言うと肉まんあるじゃないですか。長崎で豚まんって結構言われるんです、はい、肉まんのことを、はい、なんですけど、必ずポン酢をかけますよ。なるほど。そしてね、あ、食の情報といえばこちら、皆さんご存知ですか？ミルクセーキとチーズケーキ。長崎ではこの王道とパイナップルの缶詰が載っている、あの海の親で、この梅月堂、長崎に来たチーズケーキと、そして食べるミルクセーキをね、ぜひ梅月堂で。長崎はですね、北の角煮非常に人気なんですけども、結構空港にもね冷凍で、あ、だってお土産にすごくいいし、こうチンして食べたりとかすると非常に美味しくいただけますので、ぜひ長崎本舗の角煮まん、今最初ハフのね、メガネ橋のエリアが石橋とか、はい、お寺もずらーっと並んでいて、寺町って言うんですよ。結局長崎って出島を起点に区画整備されて作られた町っていうか、はい、なので、はい、ここに寺が集まりなさいってことで寺町、ここに鍛冶屋さんが集まりなさいってことで鍛冶屋町っていう形で、その商人たちのそれぞれのエリアを作って、中国人がここに住みなさいって決められたところが東神町、なので非常にこう自分たちで作ったというよりはこう区画整備されて、そこに移住されて皆さんが全国から、でここで長崎の出島界隈で一発儲けようというふうに集まって、長崎の町が発展をしていったと。喋ってたつきました。中華街、チャイナタウンでございます。非常にね、タウンと呼ぶには寂しいエリアでした。ただここも中国の旧正月にあたる2月はですね、ズワーって溢れるっていう、で結構ねこれ中国雑貨が結構ちょいちょい可愛くて、これまたお土産候補、よりよりでございます。それ硬いんですけど、よりよりしてる、よりよりっていう、ぜひ静かに、あ、横浜中華街ほどバタバタせずです、ゆっくり中国の文化に触れていただけるのが長崎の中華街でございます。オランダの人たちがね、長崎に住んで貿易をしてくださってたわけなんですけれども、さあ、そのオランダ人屋敷がある場所を何と言うでしょう？オランダ街。いや、本当にね、大丈夫ですか？こういう時こそ、最も詳しい人に来ていただくっていうのが、あ、なるほど。僕は中途半端になんとかって言ってちゃうとダメで、あ、なるほどね。そういう人に来ていただくための、なるほど、なるほどね。あ、いいね。俺そういうの嫌いじゃないですね。いや、とはいえ、小学校でも習ってたはずよ。ということで、答えはこちら、出島でした。さすがに出島は知ってましたね。ここほら色がちょっと違うでしょ、道路。そこまで出島がもともとあったってことです。この橋ですね、出島のもともとあった表門橋、ここからが本当の入り口だったんですよね。でここも埋め立てられちゃってなくなっちゃってたんですけど、つい最近復元をされました。でこの橋すごく面白く、構造上すごくてですね、この橋を作るにあたって一つ大きな問題がございますと。はい、ではここでクエスチョンです。あっち側はですね、出島側は国の重要指定文化財なので、表門橋を作るにあたってすごく大きな課題が生じました。それは重要文化財だったので、もう要は一本たりとも釘を打つことができなかったんですね。でそこでこの橋はどういう工夫をして橋を架けたか、要は橋の杭を打てないんですよ、向こう側に。さあ、何がどうなったらこの橋をじゃあ作ることができたでしょうか。
正解はこの橋、実は向こう側はまさに置いてあるだけで、ここでですねテコのような原理で上からガシャーンと置いてあって、そこが作用点、ここが支点なんですよ。だからシーソーになってるんです。上からガシャーンと向こうは乗っかってるだけなんですね。そういう形で橋を架けることによって向こう側に杭一本打たずに橋を復元したと、まあ、当時のねもちろん形とは違うんですけど、まあ、橋を架けこの景色を作ったということでございます。少しずつね潮風を感じるようになってきたかと思うんですけれども、このまんま長崎のですね出島を通って海沿いの方へ向かっていきたいと思います。はい、着きました。テラスが気持ちいい季節になってきましたね。そして実は目の前に見えてますのが隈研吾が、ね、設計をした、長崎県立美術館でございまして、日本トップ10に入る美術館まで育ち上がりました。はい、いかがですか。長崎10分ぐらいできましたけど、カルチャーがもうパンパンパンって変わった。確かにね、ずっと街が同じ感じではないよね。ということで僕がねいつも30分ぐらいババババと長崎を案内するのは、長崎西からですねここの、水辺の森公園までのをですね散歩道で30分か1時間ぐらいレパートリー富んだ情報でご用意しておりますので、もう際に来てくださって僕が時間さえあればぜひご案内をさせていただきます。今ね真っ昼間ですけれども、夕方とかねサンセットのタイミングでもめちゃくちゃ気持ちいい、夕日がここから望めます。ぜひね長崎に来ていただいてお声掛けいただければと思います。さあありがとうございます。失礼します。